ノルネット、カオ、クジ市民バスとは、岩手県クジ市が運営し、岩手県北自動車、光総合交通、三河交通観光、三陸観光の4社に委託して運行される、廃止代替バスである。JR バス、東北運行当時の車両 JR バス東北が2008年3月末を、もって、久慈クジ地区ローカル線の全線廃止、撤退を決めたことから、沿線である。 久慈市とその周辺の町が今後の運行計画を策定し、2008年4月以降に新たな代替バスを運行することとなった。愛称名を一般公募によって決定したノルネット久慈都市、市内のバス事業者3社に運行を委託した。後に三河交通観光が運行に加わっている。三陸観光は運行事業者から外れた時期があったが、現在は侍浜線。 山形線を担当する形で復活している。このうち光総合交通担当路線では、岩手県内では、初となる大型のノンステップバスが導入され、話題となった。九時市内は、日本国有鉄道九時自動車営業所の開設以来、国鉄バス東日本旅客鉄道、JR バス東北が運行になってきた。自治体からの補助を受けることができなかった JR バス、東北は、 赤字路線を黒字路線の収益で補う、車内補填を行い維持してきたが、一般路線の利用者の落ち込みが続き、車内補填による維持も難しくなっていた。そこで1996年に、川城線、津内口線、侍浜線を廃止することを表明。j r バスの路線としては廃止するものの、久慈市に路線免許を譲として、 久慈市が JR バス東北に運行を委託する形で、これまで通りの体系を維持することにした。2005年、JR バス東北が山根線を廃止することを表明するとともに、川城線、津内口線、侍浜線の運行委託料の引き上げを久慈市に求めたことから、これ以上の JR バス東北による路線維持、運行委託は財政的負担が重いと判断し、 これら4路線を他社へ運行を委託することにした。太字は自由乗降区間。ありがとうございます。